航空学の法則に基づくと、蜂が空を飛べるはずはありません。あのデブッチョな体を浮かせるには、羽が小さすぎるのです。それでも蜂は飛びます。人間界の常識なんて、蜂には関係ありませんから。黄色黒、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 黄お、黒に黄色、ちょっとしびれんじゃない？バーリー、朝ごはんよ。今行く。あー、ちょっと待って。もしバーリー、アダム？いよいよだな、信じられる？られない、後で拾う。とんがってる？階段使いなさい、パパがタイマイはたいたのよ。ごめん、テンション上がって。よう来たか、卒業生。よく頑張ったな、成績も完璧、オール8だって。えらいわね。やめてよ、セットが崩れるだろ。もう産毛に糸くずが。いで、僕の毛。手を触れよ、私たちは11万8000列目だ。じゃあね。バーリー、お家の中で飛ぶのはやめなさい。よう、アダム。おはよう。ジェルつけたんだ。ちょっとね、ついに卒業だからさ。無理だと思ってたよ。ああ、小学校に3日、ハイスクールに3日。パッとしなかったよな。大学に3日、1日休学して自分探しの旅をしたのは良かったな。あれで君変わったもん。よバリー、バーディー、ヒゲいいじゃない。フランキーのこと聞いた？ああ。葬式行く？あいつの葬式なんか行くもんか。針使ったら死ぬってリスクを承知でリス君を刺すなんて、カリカリしすぎ。よっぽど邪魔だったんだろうね。おおおイエーイ、ヤッホー。最高だね、日常的に遊園地気分が味わえるのって。そっか、だから休日がないんだ。威風堂々、気分上々。今日から僕らも大人だ。そうだね。ビーメンだ。アーメン、ハレルヤ。おお。生徒、職員、来賓の皆様、ハニーウェル学生部長からのご挨拶です。ようこそニューハイブシティ大学の卒業式へ。9時15分だな。以上で卒業式を終わります。イエーイ。では早速働き始めてください。ハネックス産業で。今日仕事決めるの？説明会だって聞いたよ。ああ、おっと来た、行くぞ。乗り物の外に触角を出さないようお願いします。 Please keep your hands and antennas inside the tram at all times。どんなとこだろう。ちょっと怖いね。うー